山口康、県山口康県10月から1962年1月22日は、日本の内務官僚、幹線県知事、徳島県出身、山口玄三郎の長男として生まれる、第三高等学校を主席で卒業、1911年11月、文官高等試験行政科試験に合格、1912年、 東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。内務省に入省し、香川県司法となる。以後、香川県事務官、兵庫県事務官、朝鮮総督府県関東庁事務官、東京市所役、復興局初期官、同局経理部購買課長、同局長官官房勤務、同局部長などを歴任。1929年7月、鹿児島県知事に就任。 1931年末に熊本県で陸軍大演習が実施され、それに伴い地方行行の一環として昭和天皇が来志化することとなったが、1ヶ月ほど前に長知府すとなり、同年10月に急遽久保田自助と交代となり、山形県知事に転じた。在任役2ヶ月後の1931年12月18日に休職となる。 1932年6月、石川県知事に就任。失業対策に尽力。1934年4月、知事を辞職。同年に退官し、三井法恩会場無理事となった。戦後、中央共同募金協会理事、東京都社会福祉事業協会理事長、東京都社会福祉協議会会長などを務めた。ありがとうございます。